水泳よ。そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。身を休めろとは命じられていない。偉大なる信長公の軍だね。贈り物と上質玄米茶を急いで用意だよ。申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。尾張へ届け明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこうとも織田の外貨に変わりはない。さすがは明智様だよな。こうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。我が輩を主子と認めたなら後に続きたまえ。消し止められただと。勝家、早く黄泉の呪しを出さぬか。だって仕方ないだろ、我が輩は賢いからね。これだけ炊けば必ずや。本体も覚えてくれよ。あなたのお手並みしかと拝見させていただこう。寄せられたシワをもハムが宿敵。このヒゲは幸運の証。キャバキラも表現しているのだよ。見えた。今だ、突撃。闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。これにてのろしも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ勝家。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。抵抗か、形だけでもしておくべきか。手柄と袋がゴロゴロ横たわっておるわ。あの方々ならこういうだ。予測の範疇である。一人の武人として恩恵の念を抱かずにはおれませぬ。無駄だ、砂をかぶせ。二枚城の手盛りをたかんでは命取りよ。もうすぐだ、もうすぐ本体も。キャバキラかと思ったら我が輩のヒゲだったよ。かければ早く、攻めれば強い。さすがだぜ。少し手加減せねばなりますまい。一人帽子の勝家か。帰ろうとするよで。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。今日の一人や二人抜けようと。最強は織田に違いなし。幾幕かの疲労は与えた。我らも続きますゆえお進みくだされ。きつ
スメ汁ってさ、結構美味しいよな。まさにひとひねりでございましたな。あの動き、読めぬ、読めぬわ。終わり祭り、柴田勝家、この名乗りですら恐れ多い。この人と一味も二味も違うと心得よ。勝家、見えぬのか、この惨状が。貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに、なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえ。これはその丁寧な物腰、信長公の配下らしく紳士だね。ありましょうか。回る、思い知ったかい。ズルから始まる正義もあるよ。長いものならまかれるよ。これは天が素敵紳士に与えた試練だね。行かないでくれ。私、お前たちが欲しかったんだ。素敵な紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすと言っても過言ではないね。おいっちに、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 おいっちに。伝令！織田軍の勢いが止まりません！さすがは信長公、飛ぶ鳥をも落とす勢いですな。そう、宇宙をまとめられたのも貴公のお力添えあってのこと。この兜も貴公にいただいたものでしたか。いまだにこれの手入れを怠った日はありません。しかし、このまま将軍に従い続ければ
いずれは信長公とも争うことに。あ、いやいやいや、そんな日など来るわけないよ。今日も元気だよ。お茶がうまい。こーん。地下に誰かがいるみたいですが。あれれ、なんてこった。ま、迷子じゃ。撤退していった柴田軍が石田軍に襲われてます。変えることなど叶わぬ。この手で掴んで変えた私の、俺の運命。近海に巨大な影を確認。ヒントヒゲのないお尋ね者が現れました。